皆さんこんばんは、サンシャインの瞳です。今タイのバンコクのセブンイレブンの前に来ています。今からこのセブンイレブンで安いお土産品などを買ってみようと思います。アイスクリームどれか食べたことある？このパンダとこの長寿食べたことある？パンダ、パンダ、あーこれ美味しい。微妙、微妙。こっちはなんかちょっとシャーベットみたいな。なんかあんまり美味しくないってみんな言うけどね。えでも安い、安いよね。10バーツ、30円ぐらい。めっちゃ安いやん。10バーツとか安いよね。あ、ハーゲンダッツもあるよ。あ、ハーゲンダッツは高い。歯ブラシも海外の大きいよね。歯のヘッドの部分が。あ、これめっちゃ人気があるやつやろ。これ天使のなんとかっていうやつ。違う？違う。なんかよく似てる。磨きのやつ。あ、石鹸がある。あ、めっちゃ高い。石鹸48バーツ。人気があるって。でポン酢の BB とかなんかあるけど、これがなんか安い。11バーツっていうの。え、買ってみる？3つ買ってみる。これ、うん、11バーツのやつ、うん、11バーツ安っ。これ、うん、全部ジョンソン、うん、パッケージが可愛いけんじゃない？ああそうそう、あのあれあれ、これがなんかすごい眠れるハーブらしい。ちょっと買ってみよう。2個買う。うん。じゃあ爆睡して明日起きないんやったらどうする？なんかいっぱいサプリメントもめっちゃいっぱい置いてあるよね。何がなんかわからんけど、なんかこうマムシとかそういうの元気になるみたいな感じのやつで、それ塗るやつ。あ、これあの中国で見るあのスースーするやつ、ユリオイルの仲間。コンビニのパンもいっぱい。あ、なんか これなんか緑のクリームが入ってるの。あ、そうそう、これ美味しいらしい。タイカスタード、タイカスタード。クッキーとかもいっぱい。前でもこれクッキー買ったけどめっちゃ甘かったよ。このバナナチップス20バーツ。買ってみる？それで、これがタマリンドージャムのサクバナナ。食べたこと、うん、もらったことある。それ、これも買ってみる。あ、ドライフルーツ系もなんか王室プロジェクト。王室プロジェクト、なんかあのあれが入ってないやつやろ。農薬が入ってないっていうやつ。マンゴー、マンゴー。それも買ってみようか。あ、トマトも。とそれも。これなんだ。20バーツ。でそれとトマトとかってある？これも20バーツ。さっきあのほらあそこじゃ、これセブンイレブンのほらマークがついてるよ。しかも10バーツ。安いやんこっちの方が。さっきほらデパートで見たら。それはサイズが違う。サイズが違う。そっちのもなんかちょっと違うよ。なんか可愛い。これも10バーツ。これ、え、これドリアンとマンゴーがある。1個ずつ買う。10バーツ。このコーンも10バーツ。一つのイチゴとスイカも買ってみる。スイカはもう買ったけん。買った？ちょっと大きいやつ買った。チョコレートも、これは高いよね、このチョコレートはね。あ、キットカットがちっちゃいのがいろいろある。それ何？わかんない。え、ちっちゃい。オレオがついてるやつ。オレオが入ってるやつ。なんかキットカットはすごいタイで人気よね、ミロも。なんか
ミロのバーガー、え、ミロのバー、こっちもあるよ。10バーツっていうのがある。え、これはチョコレートだ。チョコレートバーとチョコバー。え、この10バーツのチョコバーを買おうかな。うん、じゃあそれ引っ張ってみよう。ラーメンはいっぱいあるけど、さっきいっぱいあのスーパーで買ってきて、あ、そう、なんだっけこれ、ママ、ママ、何を買ったんだっけ、ママよね、ママのいっぱいこのシリーズを10シリーズぐらい買ったので、帰って開封動画をまたやってみたいと思います。あ、このセメダイン、このゾウさんのセメダイン、いつも使うやつ、カービングで、スイカとかがピロって取れた時にめっちゃくっつくやつ。35バーツ。こっちもすごいつくやつ。日本のはなかなかつかないけど、これすごいつくやつ。缶詰のコーナーもなんか、あのサバ缶がすごい、あれよ、人気があるみたい。なんかトマトの上にサバが乗ってる。これ14バーツって書いてある。1個買ってみる。どれ。でもトマトとサバよ。なんか全部トマトとサバに。全部トマ、なんで？わからない。ちょっと買ってみよう。この一番安い14バーツっていうのかな。あ、じゃあそれを買ってみよう。この14バーツっていう、トマトとサバ買います。王冠がついてるし。他のなんか17バーツっていうの。なんかわからない。1個買ってみよう。え、ちょっと待って、なんか15バーツっていう、これスープ、トムヤムくんのスープとかじゃない？トムヤムどうやって作っていいのかがわからない。スープ。あ、お鍋に入れて、なんか具を入れて沸かすだけ。これ買ってみる。15バーツ、買ってみようか。ナンプラーもある。ただこれがいくらなの？まあ18。これ醤油？醤油？これじゃない。ナンプラー。ただ値段がわからない。値段が7バーツ。7バーツっていう。買ってみる。7バーツという。それで何を作る？わかんない。お菓子もコアラのマーチとかもある。オレオとかも安い、5バーツ。韓国より安いじゃない？ね。韓国と同じぐらいじゃない？でもこれ金額。韓国100円ぐらいじゃなかった？これ。100円ぐらいやった？このちっちゃいのはなかったけど。5バーツ。買う？うん。1個買ってみるか。このピンクの。5バーツ。このとんがりコーンみたいな。とんがりコーン？なんかとんがりコーンみたいな。あ、これ買うものリストに入ってなかった？10バーツだって。安い。となんかカッパエビせん、これ、え？これは辛いやつ、こっちがオリジナル。これも10バーツ。そのなんかそのイカがついてるやつも。これ5バーツだって、5バーツ。これもなんか人気の6バーツ。6バーツだって。あ、ひまわりの種。10バーツ。10バーツだよ。あ、7バーツっていうのもある。あ、7バーツ。こっちの7バーツの。あ、かぼちゃの種もある。え、どれ？かぼちゃの種は高い。20バーツ。いや、12バーツがある。あ、じゃあかぼちゃの種も買ってくる。この12バーツっていう。横がこれはスイカの種。6バーツ、うん、こっちは12バーツ。12バーツ。これスイカ？うん、それスイカ。6バーツっていうの買う？うん。ウォーターメロンって書いてある。6バーツ。ほら、ウォーターメロンって書いてある。え、ちょっと待って、なんか紫色のなんか、紫芋のなんか、12バーツ。このなんかナッツみたいなの10バーツだ。ナッツ？なんかわかんない。ナッツ笑ってる。
楽しげ。それ瓶やけん持って帰れるかな。でこっちが13バーツ、じゃあ13バーツ、こっちは65バーツ。でいいのは高いの、ちょっとタイのを買ってみる。じゃあ13バーツを買ってみる。これコンビニのジュース、あ、ジュース、これこれしか飲まない。これしか飲まない。100% 果汁っていうやつやろ。このあカルピスもある。カルピスが10バーツっていうのが安い。ペットボトルが20バーツ。ちっちゃいのは10バーツ。安いの。一個買って飲んでみる。ちょっとどんな味か。飲んだことあるけど。飲んだことある。どんな？一緒。普通にカルピス。セブンイレブンでこんなにいっぱいお買い物してきました。これ全部で330バーツぐらい、ちょうど1000円ぐらいです。これ帰って開封動画して何を買ってきたかまたご紹介したいと思います。セブンイレブンでちょっと安いものをたくさん買ってみました。20バーツ以下のものをたくさん買ってみました。お土産品にいいものを厳選してちょっと選んでみました。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。